家の舗装道、鍋奥翔です。今回の動画は国道161号全線走破の旅第2弾をお送りします。前回の終了地点、高島バイパスの起点広川から湖西道路の起点までを走ります。この区間には改良計画のある区間があります。高島バイパスの立体交差工事区間や小松角副工事区間の工事の様子を横目に見ながら、さらに快適な走行ができるよう生まれ変わる国道161号の道路状況をご覧ください。それでは高島バイパス起点広川から国道161号全線走破の旅工事区間編スタートです。この右手には陸上自衛隊の相場の演習場や今津駐屯地があります。演習場では射撃や各種訓練が行われています。また市街地訓練場もあり、市街地戦闘の訓練が行われています。他国の軍と対テロ共同訓練が行われたことがあります。米軍との共同訓練があると反対集会がありますが、これ他国の軍隊とだったらどうなんでしょうね。先の対テロ共同訓練の時は反対集会の報道を聞かなかったのでふと思いました。ここからバイパスは高架区間ではなくなります。そしてこの先の相場交差点で滋賀県道558号高島大津線と交差します。この県道は旧国道161号の路線で、高島バイパスが完成して県道へ移管しました。当時は新朝日高島線でしたが、とにかく夏場は琵琶湖への観光客で渋滞が多く発生した路線というイメージが鍋尾にはあります。また今回紹介しませんが、大津の琵琶湖協定場前には近畿で初めてのリバーシブルレーンがありました。時間帯によって車線数が変更される機能です。ただドライバーは不安があるので、結局移動するレーンをあまり使わず追い越し車線のようになっていました。特に夜間にはレーン間違いによる事故もあったようです。鍋尾の身内もこの現場で30年ほど前正面衝突事故に遭っています。相手のレーン間違いによる事故でした。幸い怪我がない事故で済みましたが、リバーシブルレーンは近々全線で廃止されるようですが、これもバイパス整備によるところが大きいのでしょうね。
この下を滋賀県道301号わらその熊野本線が交差しています。ここを左に寄り側道を進んでも301号とはつながっていません。側道の交差点で戻る必要があります。交差点を右折して進むと JR 新旭駅や高島市役所へ行けます。さらに側道を直進すると滋賀県道38号太田安井川線と交差します。ちょうどこの下でバイパスと交差します。さらに側道を直進すると滋賀県道303号北船木北畑線と交差します。ちょうどこの下でバイパスと交差します。この区間は側道と呼んでいる路線も国道161号に指定されているので下道を走ると分かりやすいのですが、今回の目的は京都鶴ヶ間のバイパスとして利用できるか路線状況紹介のための全線走破の旅のためバイパス優先で走っています。ただいま阿戸川に架かる新阿戸川大橋を渡っています。この下で滋賀県道305号南船木西由利線と交差します。そしてこの先高架がなくなり側道のみの区間が続きます。ここが現在工事が進んでいる高島バイパス立体交差工事区間となります。ただ鍋尾の記憶が正しければ鍋尾が車に乗り出した30年以上前から一部の橋脚はありました。ただ最近は橋桁がかかるようになり開通するのが待ち遠しいですね。どうしても側道の路線では信号待ち時間が長くなるので交通量がさほど多くなくても渋滞が発生してしまいます。左手にあるのが道の駅東寿の里阿戸川です。東寿とは近江の聖人こと中江東寿先生のことです。鍋尾は滋賀で学んだ人なのでしっかり中江東寿先生については社会で習いましたよ。皆さんはどうですか？さて再度高架部分へ進みます。ここまでの区間が立体交差になると時間帯による渋滞を気にせずにこの路線を選択できるので早期に実現することを期待したいと思います。鴨川を渡ります。この下を滋賀県道306号四ツ川鴨線が交差します。そしてここを左へ降り交差点を右折すると福井県道滋賀県道23号小浜朽木高島線です。バイパスとの交点が終点です。ただしこの路線は分断県道のため小浜市へ行くことはできません。ここを左に降りると滋賀県道304号北船木勝野線と交差します。また滋賀県道296号畑勝野線が右へ進みます。ここが終点です。もう一路線滋賀県道558号がここから重複区間になるようですがはっきりしません。またコメントください。大溝橋を渡ります。大溝港に架かる橋ですが1983年開通当時琵琶湖に架かる国道の橋はここだけでした。港に架かる橋なので渡っているものには琵琶湖の上を走っている気はしないのですが、10年後国道477号が指定され琵琶湖大橋が国道になったので琵琶湖に架かる唯一の国道の橋という地位はなくなりましたが、左に見えるのが白ひげビーチです。キャンプやバンガローでの宿泊もできます。また子ども向けのウォーターパークもあり親子連れで楽しめます。
鍋をがしてみたいのはサップです。近くの白髭神社の鳥居まで多くの人が訪れていました。左手の湖上に見えてきたのが白髭神社の大鳥居です。祭神は猿田彦の御事ですが、裏にそびえる平さんという説もあります。近年湖上に浮かぶ大鳥居が映えるスポットとして人気になり、この国道を渡って湖岸で撮影する人が増え、危険なため横断禁止の看板が立てられ、柵をして湖岸にも降りられないように安全処置が施されました。個人の SNS の過剰な承認欲求により、いろいろな観光スポットで撮影等の自由度が下がったのは本当に残念に思います。鉄道も同じですが、良い撮影スポットを大切にするためにも無茶な撮影はやめましょう。この区間は小松拡幅工事区間ですが、ここを拡幅するか、先ほどの白髭神社の裏側にトンネルを作り大溝橋へ直接つなげるかで検討中です。どうもトンネル案になりそうですが、当分の間はここが使われることになります。ここのネックは白髭神社の駐車場に入る車による渋滞です。神社の駐車場のキャパが少ないので、何か祭事があると大変です。ただ国道161号で琵琶湖沿いを走れる数少ない区間なので、ここが161号から外れるのは少し寂しい気もします。ここで大津市に入ります。大津市は滋賀県の県庁所在地です。ただここは旧滋賀町の地域です。滋賀町は滋賀ではなく滋賀と書きます。右手先にトンネルの口が見えてきました。ここが小松拡幅工事区間の2つ目です。トンネルと高架区間で滋賀バイパスにつなぎます。単車がすり抜けていきましたが、先ほどから左側に青の線が引かれているのにお気づきでしょうか。これは自転車で琵琶湖を一周する琵琶市のルートを案内する滋賀県独自の路面標示です。これは車線の外側に設置されているので、自転車はこの線をはみ出て車道を走ってはいけません。つまりこの幅の中は自転車専用道路のようなものです。さっきのバイクは青実線を越えて琵琶湖側を走っていたので、違反になるのかというと道路交通法ではないので微妙なところです。でも右側が黄色実線ですから、左側であっても違法ですね。逮捕。ただ最近自転車が人気でツーリングする人も増えています。また協愛区間でも大平に走る自転車も多く見られるので、このようにきちんとルールを作って琵琶市を楽しむのであれば、私たち車側もルールを知って守りたいものです。当然琵琶市する自転車もですが、先ほどのトンネルはこの右側に出てきます。そしてこの先は高架区間になります。結構できているのでびっくりしましたが、2025年開通予定なのでなるほどです。
この先、集落の中を走る路線中最も狭い狭隘区間になります。信号のある交差点から出てくる車も曲がりにくい狭さです。当然、大型車は曲がってはいけない交差点が多数あります。JR 湖西線をくぐります。湖西線といえば北陸新幹線延伸によりサンダーバードが鶴ヶ止まりとなってしまいましたね。鍋尾は京都から和倉温泉へ直接行けなくなったのは残念です。ここから滋賀バイパスに入ります。この近江舞子ランプを降りると近江舞子中浜水泳場へ行けます。琵琶湖に泳ぎに来る人がとっても多い水泳場ですね。また周辺には先日の剣道シリーズ三重剣道61号でも紹介したエバーグレーズのキャンプ場があります。このランプを降りると滋賀県道322号平山線と交差します。この路線は旧国道161号国道平山口交差点を起点に平山リフトの山麓駅跡が終点です。20年前にスキー場とともにロープウェイリフトが廃止されました。滋賀インターチェンジを降り、左折すると滋賀県道345号滋賀インター線です。旧国道161号の滋賀駅口交差点に至る822メートルの県道です。そして湖西道路へ入りました。今回の動画はここまでです。工事区間では着実に工事が進んでいます。これなら京都・敦賀へのメインルートとして選択できるのではないでしょうか。次回、2つのバイパスの様子を見てファイナルジャッジをしてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルボタンもよろしくお願いします。鍋尾区長の三重の舗装道でした。
またね。